皆さんこんにちは。来年2022年9月に発売されます「危ないデカ」ブルーレイ予約限定商品につきます高戸雄二のフィギュアを開発しましたトミーテックの小林慎吾と申します。はいこんにちは。同じくトミーテックの最上正弘と申します。今回あの我々二人でですね新しく開発させていただいた高戸雄二のフィギュアのアピールをさせていただこうかなと思っております。 はいその前にですねこちらのそのフィギュアがつきますブルーレイの商品の説明をさせていただきますこちらご覧ください、えっと、私も大好きなですねアブデカがついにですね HD リマスターになってブルーレイ商品化されますで「危ないデカは全2巻もっと危ないデカは1巻の全部で3つのボックスが発売されますで危ないデカの1巻に タカのフィギュアが、もっと危ないデカに U 字のフィギュアがつくが完全予約限定商品になっております。で、そのフィギュアが付いてない商品も合わせて5種類発売されることになっております。それでは早速ですね、このフィギュアの具体的な紹介をさせていただこうかなと思うんですけども、もういろんなあの小物パーツとかもねついてきますので、一個一個見ながらですねお話しできればなと思うんですけれども。 まずこの何でこれを作ることになったのかっていう話をですねお話しした方が面白いかなと思ってまして話が始まったのはこう小林さんに私は、ね、これを開発することになったからよろしくって言われた立場なんでぜひっっ、はい、教えていただきたいんですけどもも <laughs>、えっともとはですねこちらのフィギュアを開発する前に、えー、西部警察の,、ね、あの石原裕次郎さんが演じた小暮課長のフィギュアを こちらのタイプであの作らせていただいたことがご縁でそれで今回ですねあのブルーレイボックスが発売されるということでえそれの特典としてフィギュアをつけたいというお話を東映ビデオさんから頂きましてそれであの開発をすることになりまして私としてはもう「危ないデカとかもう西部決察大好きなのでもう。 もうね変にも昇るっていうか <laughs> もうとにかく嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんですけれどもとにかくあのこの来年の発売までですねえ他の仕事をやらないでもこれだけはもうくっちりやって皆さんにお届けしたいと思っておりますのでよろししくお願いいたしますすそうですねあのこの商品が作れるっていうのをねセントラルアースさんにご協力いただいたときからもう私はですねもう襟組みを使われまして。 フィギュアの開発が担当なもんですから絶対私が出ていかなきゃいけないんですけれどももうこれお前全身全霊をかけてやることになったからよろしく頼むと言われましたね。でこれはもう結構前から開発は始まってまして2019年ですかね2019年のゴールデンウィーク頃に東映のスタジオであの柴田恭平さんと舘ひろしさんが パチンコ版「危ないデカのアフレコの収録があってお二人あのお越しになるからそこで人物写真の取材をでできるという機会があったんですよねそこでえカメラ持ってですね原型師と私と開発者あと何人かとえ突撃してひたすら写真を撮らせていただくっていうところから始まりました。 だからもう2年以上前開発開始のタイミングですね。そんなつんですねそうね。なぜ何百枚も写真撮らせていただいたんですよ限られた時間というのもありましたけど憧れのお二人をちょっとめちゃくちゃ緊張しましたけれどもお二方、ものすごい気さくな方でどうぞ、どうぞ撮ってください。 こういうポーズも撮っとくみたいな感じでやってくれたので、すごくなんだろう緊張もそれでほぐれたし、二人の人柄もそこで感じることができて、うん、なんかこう役得だったなとは思いましたね。<laughs> そうだね、それはすごく思ったし、あとまああのねお二人から直接。 かっこよく作ってねと。あ、そうね。本物よりかっこよく作ってくれって。あのー、本物よりかっこよく頼むよみたいなこと言われて、ね。もう言われちゃったんで、これも責任重大だなと。<laughs> 雷に打たれたスタッフ一同みたいな感じでね。<laughs> 電気が走っちゃったっていう。いや,やりました、や,やりました。はい。でそこでまあ取材大量の写真を撮らせていただいて、えー、その後実際にどういうポージングを再現したいかとか、うん、じゃあどういう服を再現するべきなのかとか。 ブルーレイに付属するフィギュアとしての最適しかもその「危ないデカを象徴するやっぱフィギュアにしたいのでその特定のシーンをそのまま再現して形にするというか「危ないデカってこうだよねみたいな形にしたかったので、うん、そこをいろいろ吟味したり剪定するのが結構時間はかかったところですよね。 危ななないいですすごいマニアなんですよのそんよそことはありませんた <laughs>、はい、から見てるとその作業は多分あの遊んでるなこの2人はって思われたと、ね、思うんですけれど真面目にねどのシーンからどのお洋服着てるシーンを選んで作ろうかっていうのを真面目にやった結果がこちらになってるというところをぜひご覧いただきたいなと。ね、会社のパソコンでね DV d 流したり。<laughs> はたから見ると遊んでる,んでんでるしか本当に見えないんですけれども,も、ね。どうなったんだろうかってとこですけど、はい、で私自身はあの危ないでか直撃世代ってわけじゃなかったので、えー、当然ねあの作品は知ってますし、えー、といろいろ見たこともあったんですけども、えー、やはりホビーのクオリティとしてファンの方が納得するものを作るからには、えー、その作品への理解度というかあの勉強が必須ですのでそこをですね この小林からですね、ガンガンに注入されまして、危ないデカの信者みたいになった状態で開発をスタートさせたというなんか背景もありますね。そんなにあれだっけ強く言ったっけね。いや<の>もう,う何話の何分のシーンは必ず見なさいとかねあ、それは言ったかもしれないね。もっと危ないデカ第一は特に見ときなさいとか、うん、いう話で、まああの小物の選定とか。 あのポージングの選定をやっていったっていうこれがあのできるまず物を作るまでの前段階ですね、うん、で、えー、それを形にしていった結果このようになりましたという感じでございます、うん、続いてこのフィグマの大きな特徴を皆さんにご紹介したいと思いますえっと今回このフィギュアはですねあのフィグマと呼ばれているシリーズであの大きな特徴としてはこの関節 手とかこの足とか今最上が指差しているところですねそこに関節が入ってこれがこうスムーズに動くことでですねいろんなポーズを取ることができるっていうのがまず非常に大きな特徴になっているというものですはいいわゆる可動フィギュアっていうやつですねマックスファクトリーさんが長年培ったその技術とか。 ノウハウをですね。我々の方に注入していただいて、そのフォーマットにのっとったあのデザインにしているっていう形です。で、こういうあの支柱のパーツっていうのもですね。ついてきまして、これがですね。あのフィギュアを支える台になります。これがあることによって多少不安定なポージングでも、あのしっかりと支えることができるという構造の可動フィギュアになっております。これがあることですね。 あのドラマのシーン再現とかいろんなポーズの,です、ね、あの実現が可能になっているというのがこうフィマの特徴でございます今回はあのブルーレイに付属するものなので映像で見たものをねやっぱそのまま再現したいみたいなニーズがあると思うのでこの最適なフォーマットで、えー、やらせていただいただ、ね、んかもうその日の気分でポーズ変えてディスプレイ変えて。 写真に撮ってそれに吹き出しつけて好きなセリフを言わせてみたりとかそういったことも楽しめるのがこのフィグマのフィギュアになっておりますでこの支柱があることによってだからあの例の名,の名物シーンというかあれも再現できたりとかう、ね、もういろんなポーズ本当にできるんで、ね、今回ですね支柱がないと不安定でねちょっとできないけれども、はい、こうなることであれもできるこれもできるっていうのがあるっていうのが特徴になってると思います,すよ。はい で今回はあのー、宣伝用に撮ったいろんな写真があるんですけども、うん、その写真をですね、まあ、紹介しながらあこういうのありますよね、ああいうのありますよねみたいな話ができればなと思っているんですけれどもんじゃあ最初にちょっとタカさんの<お>なんですけれども、はい、タカさんね、あのこれただ立っているポーズに見えるんですけど実は2枚写真があってこういういですね、はい、サングラスがあるお顔ないお顔というのが用意されています。はい でこのサングラスありなしはですねパーツの交換によって再現できるっていう商品になってるんですねこの顔の前面部分がですねこうポッと外れてでサングラスしてる顔にしたりしてない顔にしたりっていう差分が実現されておりますまたこの顔もですね 3D のインクジェットっていうですねちょっと特殊な生産機械を使って再現していきますので 結構リアルで似た感じになるんじゃないかなと思ってますね。すねうん、このお写真の顔自体はえっ、ー、と彩色を担当する職人さんが手塗りでやったものなんですけども、これを元に工場で生産していきますので結構近いものになるかなという感じです。顔を作るのも大変だったんですよね。うん、あの東映さんのスタジオでたくさんお写真撮らせていただいて。 でえー、と原型紙っていうフィギュアの大本、えー、を作る方があのもうこねて作るんですけど削って作るんですけれどもやっぱりあの今の年齢のご本人の写真を参考にそのまま作っても当時の顔と似てたり似てなかったりいろいろあるんですよね。だかららそこをを近づけるたために、えー、と当時の映像資料をもうひたすら見てあ この方は何十年前はこういうお顔だったんだなっていうのを反映すると。で、骨格の部分の詳細はその投影のスタジオで撮った今の写真でのを参考にするみたいなんですね。というですね過程を経て作りますので、えー、ま非常に似た顔の状態に持っていけることができたという感じになっております。ね忘れられないのはあの小泉のね撮影所でその取材をしたときに。 やっぱりサングラスをかけた状態の,の写真も、ね、撮らなきゃちょっとイメージが湧かないかなっていうところで当日はタチさんはサングラスをお持ちではなかったんですねで柴田恭平さんがサングラスを持ってこられて恭平さんがサングラスを貸してく私に貸してくださってタチさんにかけてもらってこの取材をしたんですけども <laughs> 平さんがね私にそのあのサングラスを渡す時にこれ言っていいのかあんですけど。 ハズキルーペじゃないけどねって言って渡してくれたのはすごくもうわあ <laughs> ってもうなっちゃってね笑っちゃうしもう雷電気は走るしってもうどうしたものかってもうありがたいありがたいありがた,かったありがとうございますでもそのおかげであの京江さんのサングラスのおかげでタチさんがサングラスかけたところもバッチリね今の 取材も、ねね、写真いっぱい撮れたっていうところでねお二人すごい仲いいんですねやっぱりあそうそう見ててそれは思いましたね感じましたねあ<ー>であのまあ映像資料と今のお写真をこういろいろ資料、えー、と取材でですね集めさせていただいて造形した結果ですね、うん、後ろ姿も結構似た感じにできたんですよね、うん、これあのスポーツドリンクう飲んでいる高野フィギュアですけれども結構こんな感じの こ広姿っていうイメージはお客さんからも頂い,いてたんで声を。うん、でその比較としてですね、えー、っとこっちの方有事の方も見てもらいたいんですけどもこれ有事の,のフィギュアですね。有事のフィギュアも当然ですね、あのー、サングラスありなし版両方同じ方法で作っております。でさっき言ってたようなねこういう白姿。うん これも、ね、作るの大変なんですよね、うん、意外と <laughs> なかなかあの、ね、映像の資料だけだとあの、ね、真正面の写真っていうか映像はいっぱいあるんですけどね後ろ姿ってそんなにね描数とかなかったりするんで,そうなんですよただね立体物って360度どこからでも見れるのが面白いところなので、うん、どこにも手が抜けないというかですね、うん、<laughs> そこはフィギュア開発の大変なところではあります。 であのこだわりポイントでぜひあのアピールしたいのが、ね、このお二人なんですけれどもこうやってねこの身長差があるんですよ。で、この慎重さんあのお二人の身長差はすごく重要な要素だから絶対に再現しなきゃダメっていう,うね、私は言われてましてで原研師にもその通りにお伝えして。 えー、頑張った結果、えー、足もすねも腕も,もう体も全部ですね共通パーツ一切なしゼロからその本人用として作っているというのはですねあります、ねですね、よく、ね、この手の商品だと体はちょっと使い回しみたいなものがあるんですけど今回も別格ですお二人特別なお二人です特別な商品なので、ねはい、もう別々にちゃんときちんと 作このんだろうスーツもですね、えー、っとやっぱ80年代から90年代にかけてのこうバブル期のいけてるスーツなんですけど、うん、やっぱ今資料を調べようとすると現代のスーツの資料ばっかり出てきちゃうんですけど、うん、当時のやっぱファッションの材料あ資料をいろいろ当たって、まあ、これぐらいの肩幅でこれぐらいの、えー、っとシルエットになるよねみたいのを見てそれを今度フィギュアに変えた時に。 大柄なシルエットのスーツってそのまま立体にすると可動域が狭くてですね、うん、意外と不格好になっちゃったり動かなかったりするんですけれどもそこはですねあのマックスファクトリーさんにご指導いただいたりとか原型師さんのセンスでアレンジしたりとかいろんな過程を経て当時のこのファッションっぽいこうドカーンとした肩幅とダ、うん、ボッとしたスーツ感は出しつつも、うん、スタイリッシュに。 もう京平さんらしいスタイリッシュさとかね、タシタヤらしいダンディさんが出るように造形してあるっていうのがですね、ぜひ見てほしいポイントではありますね。うん、このスーツすごい色ですよね。<laughs> <laughs> 私開発するときにえ黄色ですかみたいに、ね、<laughs> 思ったんですけれども。まあね京平さんじゃないとちょっとね引き出せないかなっていうね。う私らが来たところでね、いいどうしちゃうかのってね。 いろんな方にやっぱりお話聞いても恭平さんのスーツは恭平さんじゃなきゃ着こなせないような奇抜で斬新なものなんで頑張って作ってくださいって言われましたね。<laughs> でもなんとなくこう,こう形になるとあそういうことかって理解ができる部分はありますよね。でネクタイもまた派手なんですよね柄があって <laughs> こういうネクタイなかなか今少なくてこれも資料を当たるの大変だったんですけども。 あの映像で見てそれに近い、えー、っと80年代から90年代にかけてぐらいにあったネクタイっていうのをちょっと上の世代の人たちにねあの探してきてもらって押し入れからあの当時はやってた柄物のネクタイってこういう感じかねみたいな持ってきてもらって結果あのねあの同僚の社員のこうおじいちゃんの持ち物とか。そうです <laughs> <laughs> 持ってきてき柄をね分析したりとかして結構あの何でしょう劇中では不鮮明で分かんなかったんですけどもかなり近い柄のものをデザインして再現しておりますなので結構細かい印刷が入ったそれっぽいデザインにはできたかなという感じで,ですね、うん、あ今回あのねブルーレイ化されて映像もきれいになってるからそういうところもねあのきちんと皆さんに。 見ていただけると嬉しいかなと思っております